ギュスターブ・ロドルフ・クラランス・ブーランジェはアカデミック絵画及びオリエンタリズムのフランスの画家。ギュスターブ・ブーランジェはクレオールの両親から生まれ、14歳で孤児となった。1846年、エコールでボザールに入学し、ピエール・ジュール・ジョリベやポール・ドラローシュについて絵を学んだ。1845年にアルジェリアを初めて旅し、中東の風物に興味を持ち、 これは、友人の画家ジャン・レオン・ジェロームにも引き継がれる。1849年に、エウル・クレアによって見分けられるオデュッセウスで、ローマ賞を受賞した。ローマへの留学の間に、ポンペイの遺跡も訪れ、後の作品に、その影響が見られる。1882年に、芸術アカデミー会員に選ばれ、アカデミー・ジュリアンの教授となった。ガルニエグルの稽古は、モンテカルロ歌劇場。 パリ十三区区役所などの装飾も手掛けた。ブーランジェ、奴隷市場、エコールでボザールや、アカデミー・ジュリアンで教え、ブーランジェに学んだ学生には、トマス・デューイング、ジョルジュ・ロシュグロス、アンディ・デュシアン・ドゥセラがいる。ユリス・ディー・コニュー・パール・サンディース・ユリ・クリー・ディー,ビー・ビオン。 l a n g e r g u s t a v e c l a r e n c e r o d o l p h e a t r e p r o d u c t i o n s c h a p i t r e c o m ありがとうございます。